はい、それでは、私の2冊目です。言い過ぎたか、消えた子供、東洞窟の秘密。はい、先ほどのですね、6つの功績がクローズドなサークルの中で限られた中で起こる事件だったわけですけども、まあ、ある意味ですね、この消えた子供もですね、クローズドではないんだけど、このスモールなコミュニティ、非常に小さい集団の中で起こる事件を書いた話です。うん、でアメリカはですね、多分おそらくはこれ東海岸の方だとは思われるんですけれども、どっかのそこの、トールオークスっていうですね、高い樫の木々に囲まれた、比較的、富裕な人たちが暮らしていて、犯罪なんかはですね、ほとんど起こったこともないありふれた町で、そういう町でですね、3歳になる子供がですね、ある日失踪してしまう。で、母親、冒頭ですね、その母親の証言を、このジムという警察官が、録音したやつを聞いているところから始まるわけですが、それによると、赤ちゃんモニターっていうですね、このモニターをつけて、まあ、子供のしつけのために一人で寝かせてたわけなんですが、そのモニターを見ていたらですね、子供の部屋に、なんかどうなの、ピエロと格好した人が来て、ね、でイットみたいな、イット怖いよね、ピエロ、アメリカ人のピエロに対する恐怖感ってどこから来たのかなってすごく興味あるんですけど、まあ、そのピエロがいてですね、で子供を連れ去ってしまったということが証言されてますと。でその事件、失踪事件が起きて、早もう3ヶ月かな、結局その大捜索が行われて森の中とかですね、調べたわけですけれども、子供は見つからず、時間だけが経っていってしまった中、一転してですね、視点が今度変わってきて、この主人公というか子供を失った、が消えてしまったこのジェスというですね、母親の視点から今度は別の人に切り替わっていくと、その町の人々に変わっていくんですが、いきなりここで変わるのがですね、なんていうかな、この人、そうそう、マニーというですね、ハイスクールこれがね、なんで笑っちゃうかというとですね、第2章のタイトルがピンストライプとシロアリっていうんだけどこのマニーがですね、シングルマザーの元で暮らしている男の子をハイスクールなんですが、彼は真夏にもかかわらずですね、ピンストライプの三つ揃いを着てですね、しかも頭にはですね、サイズの合わない中尾旅帽をかぶっているというなんでサイズ合わないかっていうと、彼の頭が異様にでかいんで特注品でなければ合わないんだけど、注文してるとですね、いつまでも来ないんで、合わない帽子を無理やりかぶって頭痛くてしょうがないと、しかも汗だらだらでですね、暑い中なんでそんな格好してるかっていうと、彼はですね、マフィアになりたいんです。おかしいやつですね。で相棒がいるわけです。まあ、親友がいて、ユダヤ人の親友がいて、彼を無理やりですね、副官というか相棒にしちゃってですね、もうハイスクールもですね、そうそう卒業になると。で、卒業したら、俺たちでも二人でこの町をですね、支配すると。で、そのためにまずね、みかじめ料を取りに行かなきゃいけない。なんで彼はこんなこと考えてるのかって、まあ、相棒もですね、まあ、いいやつなんで、付き合ってくれてるんですけれども、でいちいちですね、マニーって言うんだけど、俺のことは M と呼べと言ったのって書いて、なんで M なんだっていうと、ソプラノズで、主人公はね、自分のことは T と呼べと言ってるかって、カスダムズ呼ぶとかね、出てはいはいって言って、まあ、付き合ってると適当に、で三ヶ島をどこで取るんだよとか言うと、そこは今度僕はそこで働くことにしてるんだけどって言って、お前そんなことでいいのかみたいなことをやって、この小説は一体何なんだろうなと思って読んでいくと、そうするとですね、また視点が変わっていって、今度はですね、ヘンリエッタとロジャーというですね、中年夫婦が出てきて、どうもこの夫婦の間にも何か問題、ロジャーというのは読むとすぐ分かるんですけども、結婚して間もない子かな、生まれた子供を亡くし、生後すぐに亡くしてしまっていて、それがまだずっと2人の間にわだかまりとなって残っている夫婦というのが出てきます。で彼らもですね、表面上特に何もないわけなんですけども、どうも読んでいくとこのギクシャクしたところがあって、このヘンリエッタっていう子供を亡くした、まあ、もう中年というか、まあ、老年に差し掛かった頃かな、この人は実はその冒頭に出てきた3歳児の子供、ハリーという、
子供を失った、が失踪してしまったジェシカのおばさんに当たるわけですね。だから自分の姪も、つい最近子供がどっか行ってしまったと、自分は生まれて間もない子供を失ってしまったという人が出てきて、でそういう感じでですね、この小さな町に住む人たちが一人一人交渉を変わってが変わるごとに、その人たちの、視点からですね、どういう生活を送っているかということが点描されていくと、で、まあ、皆さん大内省内ですね、不満というか鬱屈というかですね、いろいろ抱えていて、厳しい生活もしている人もいるし、でそういう人たちの人生というのはですね、ごくまあ言ってしまえばどこにでもいるような人たちの生活が点描されていく中で、一人このジェシカという人はですね、ハリーのことを諦めずにですね、街の中にこうポスターとかを貼っていって、ハリーの捜索をこのジム、警察官のジムにですね、常に訴えているわ。ただですね、この子供が消えることによってコミュニティがちょっとね変容してしまうっていう話って結構こう書かれていて、2年ぐらい前かな、出たローリー・ロイの彼女が家に帰るまでとかね、はい、あとまあ一番有名なところではヒラリー・ウォーの、晩年の傑作のこの街の誰かがっていう、少女が殺されてしまったことで街がどんどんそれまで平和だったと思った人間の、明るく普通の人だと思った人の仮面がどんどん剥がれていって街が元から崩れていくみたいな話っていろいろあるんですけども、もう一人のはですね、当たり前のことなんだけども、誰かに悲劇が起こってもその周りの人たちって普通に生活が続いていくんだよっていうことをですね再認識させられる。つまり確かにジェシカはハリーを今失ってしまって大変かわいそうな状態にあると、みんなそれは分かっていると、で励まそうとするんだけれども、でもその一方で自分の生活ってあるんで、そして自分の抱えている悩みがあるという、そういうものを抱えている。で一方このジェシカもですね、母親からもっとですね、引っ込んでないで、カントリークラブに行きましょうよとか言って誘われるんだけども、そうするとまあこれに承知をされるんだけど、みんなはね安全な距離を持って心配してくると、結果としてね、なんかこっちは病気がね危険な病気持ってるみたいに扱われるし、そもそもね一緒のテーブルについてご飯なんか食べられないで、そんなことしたらねみんなね楽しい話もできないし、笑うこともできないし、ましてやね自分が抱えているちょっとした問題について愚痴ることもできない、なんて言ったって私以上のこのひどい目にあった人間はいないんだから、確かにそうなんだよね、自分たちの日々のことを思い浮かべても、まあそうだよねっていう非常にある意味とてもリアルな反応をこの被害に遭っている人も町の人たちも示している中で、じゃあこの物語一体どこに行くのかというと、徐々にこの人たちの抱えていたものとか隠していたものっていうのがちょっとずつ現れてくるんです、これがなかなか最初はこの人もこんなことをっていうふうに思っていくと、ただこれバラバラなようでいてちょっとずつつながりながら最終的にはやっぱりこの核にあった消えた子供が一体どうなったのかっていうところで落ち着いているところが非常にうまいなと思いました。あっち視点があっちへ行ったりこっちへ行ったりするんで、最初のうちつかみどころがないように思えてくるんだけれども、実は最後まで読み終わってみるとですね、あんなところに伏線を隠してたのかというのがですね分かってびっくりするんですね、あれ伏線だとはとても思わなかった。結構ここは結婚生活にいろいろと鬱屈を抱えたり、シングルマザーだったり夫が浮気をしたいですとかね、自分の恋愛に対していろいろ思っている人たちが、いろんな種類のタイプの人たちが出てきて、みんな大変だなと思っていると、いやそうじゃなくてそこはきちんとミステリーで、全てがぐるっとこう連関してきて、でしかもそういう話を書きながら悲惨な終わり方にならないんで、そうですね、あんまり後味がいいんですよね、後味いい、この例えばこのマニーってなぜかねマフィアの真似をしていてちなみに彼ねメキシコ人なんででもじいさんのどっかになんか一部イタリア人の血があるはずだからマフィアを名乗ってもいいはずだとか言って相棒にハイハイとか思われるんだけども彼もねなんでそんなね奇妙なことで、ただの変人かっていうと実はそうじゃなくって、っていうこともちゃんと分かるようになるし、非常にこの読んだ後温かい気持ちになれる
まあ、重いテーマを扱っていますし、はい、言うんだけれども決して後味悪くない話でした。あの CWA の、新人賞にあたるジョン・クリーシー・ニューブラッドラガーというものを、はい、英国水作家協会賞を、ね、取ってまして、非常に確かこの時辞典だったのは良いミリ悪い兄辞典というか候補になったかなった話で、翌年は東の果て夜へか何か取ってるのかな、どっちかが先ですね、そうですね、というようにですね、この CWA のニューブラッドって割とあのおっと思うような作品が出てくる、ニューブラッドということがお分かりになるようにこれはあのデビュー作なんですが、大変あの、しっとりとしつつもあのいいお話でした、はい、これ2作目がもう出てて、シリーズじゃないんですけど、はい、あの2作目は双子のお姉ちゃんが妹かなが失踪しちゃうのを、妹が探す、なんでそんなことになったのかって探すと、またスモールタウンの話なんですよね、はい、また失踪するんですよ、ね、そうそう、冒頭だけ読んだバラバラって読んでるんですけど、あのそういう話でですね、またスモールタウンの話なんで、そういう舞台がね、そういう作るのがうまいんだと思う、でまた街の話だし、多分それもきっとすごく面白いと思うんですよ、そうですね、だからこれが売れるとあのそれも多分 出ると思うので、ぜひ売れてほしいなと思ってます。これそうですね、これ解説杉江さんが書いて、はい、あなたの心を螺旋に閉じ込めるとあるように、確かにこれ螺旋の話で、あの同じ位置に戻っているように見えながらも決して同じにはならない、ちょっと違うんですよね、ちょっとずつ変化していって、そしてそれは元には決して戻らない、すごくだから時の経過の感じが現実感があるというか、そうですね、そういったね、あのリアリティのある部分がすごく楽しいなと思って、でやっぱマニーはいいやつだし、マニーいいやつね、このマニーがね、あのお隣に住んでるイラクから来た、あの少女と知り合いになって、あの仲良くなっていくんだけども、このマニーがあることをするシーンが私は大変いいですね、いいシーンだなと思うんですね、あの直接的なことしか言わないですよね、マニーって、だからそのイラクから来た少女もマニーの好きなとこはそこだって言って、あ、そうそう、変におもんばかって変にあのことを言わないでズバッと本音を言うから、そうなんだよね、マニーを大好きな理由の一つはモンキー型の考えを表に出してくるところだって、このこもらないで、ね、言うところがいいっていう、そうそう、まあ、バカなんだと思って頭いいんですよ、法律学校にだって行こうとしたんだ、この子は弁護士になろうとしてる子なんだから、でもバカなんですよ、マフィアになれるわけねえだろうっていう、多分エマニエルとかそういう名前なんだと思いますけど、メキシコ系だから、ああそうか、まあでも マニーが可愛いので、あのマニーファンが読むと増えるんじゃないかなと僕は思って読んでました、これは、はい、じゃあ僕はですね、アイルランドの北アイルランドを舞台にしたサイレンズ・イン・ザ・ストリートが2冊目です。これここでも多分取り上げたと思うんですけど、第1作はコールド・コールド・グラウンドというですね、はい、作者はエイドリアン・マッキンティです。で、1980年代の、これベルファストかを舞台にした、はい、話で、ベルファストの1980年代につまり IRA が大変爆破してテロが、もう日常茶飯事になっていた時代が舞台の小説です。この時の、人間関係というかその陣営があまりにも錯綜してて、アイルランドのどの陣営が何に属してるかって多分日本人でも把握してる人はいないと思うんですけど、あんまり、前作では解説に入っている用語集が冒頭に、そうそう、さすがに分かりにくいと思ったらしい、複雑だもんね、つまり、イギリスから分離するか、つまり北アイルランドとイギリス、あの独立国の南アイルランド共和国を、統一することを、良しとする、統一主義者ナショナリストとですね、その中にリパブリカンという過激派がいてとかですね、でイギリスにいた方がいいっていうユニオリストがいて、でその中に過激派のロイヤリストがいてとかですね、やたらと面倒くさいんですよね、まあ、大体あの4つの大きく4つの陣営に分けるかな、はい、で、分かりやすいのは警察官は大体プロテスタント、はい、で、カトリックが要するにアイルランドのもともとの宗教であるところのカトリックの、はい、信仰者は IRA にいるんですよね、はい、テロ組織の IRA はカトリックの人がいる
テロ組織なんですよ、はい、カソリック怒られるかもしれないんですけど、でこの主人公のショーン・ダフィーはですねカソリックなんですよ ね、 そうね、でプロテスタントの人がいっぱいいる警察にいて、あのカソリックに対する偏見を持たれていて、かつ住んでるところもプロテスタントのところで、そうそうそう、でだから迫害されるところに一人住んでて、でなんオペラとか聞いて暮らしてるんですよね。そう、それ変わり者でした、うん、ものすごく変わり者の男が、警察の中にいて、そいつがその第一作目は何かというと殺人事件が起きるんですけど、みんなテロの対策が忙しくて、うん、いやどうせ IRA が殺したんだろうみたいに言うんですよ ね、 そね、でその殺されてバラバラに、あの指切られたやつがいたのかな、指切られたやつ、腕切られて突っ込まれた、そうそう、でそれはあの IRA が密告者をやるときの手段だから、うん、IRA だよって片付、はい、終わりって片付けられるようになるんだけど、ちょっと変だぞって言って調べると、その死体におかしなところがあって、もう一個死体が見つかって、うん、そこからずるずるずると異常な殺人事件が、うん、の様が分かってくるっていうのが冒頭でした。 そうです。でそこから、このショーン・ダフィーが持ち前の粘り強くて、こいつ結構ね面倒くさい性格なんですけど、うん、自分のこだわりだし他の人の話あんま聞かなくなって、あーって言いながら耳を塞いで自分の思った通りに突き進む、あのモースケーブみたいなやつなんですよね、うんうん、あの裏付けを取らないモースケーブ反省をしないモースケーブで、とにかく自分の信じた通りに突っ走ってみたら大変なことが起きて、この人もあのショーン・ダフィーも大怪我をしたけど事件は解決って終わるんですよ、はい、それがこの事件の1年前なのかなの話です。でそこからほぼ1年ぐらい経った後にまた殺人事件が起きました、まあ、いつも起きてるんですけど、うん、北アイルランドですね、まあ、ね今回はね、バラバラ死体が発見されるんですよ、うん、トランクに詰められてバラバラ死体が発見されるんですけど、死因が毒殺なんですよね。そうなんだよね、うん、で拳銃がこんだけあるのに、そうそう、なんで毒殺するんだよっていう、そうそう、そこがね面白いところで、でね、その毒もなんか、なんだっけ、なんとかっていう、そのよくわからない毒、なんだっけな、マメ科の、そう、マメ科のなんとかっていう植物ですよね、うん、それを煎じて作る毒でしょ、はい、そうそう、だからなぜそんな凝った毒を、うん、でイギリスで使われたことはあります、アメリカでも何件かしかありません、うん、みたいな毒で、まずその植物はどこに来たんだ、どこから来たんだろうみたいなところから調べないといけなくなって、調べていくと、また例によって、その、事件に関連してもう一個事件があったことが判明し、はい、その事件が、全然関係ないんですよ。それはあのIRA に射殺されたと思われる、イギリス軍に協力した男の殺人事件なんですよね、はい、それが分かってですね、また例によってあの部下の警官たちが、警部それあんま関係ないっしょみたいに言われるのを、無視しながら捜査していくと、いろんな事態が起きましてというですね、突き進んでいくわけですけど、今回は前回と違うところはですね、点が2つあります。一つはですね、そんなに暴走しない。そうだね。前回のことは暴走して、まあ、暴走はするんです、うん。暴走というか突き進んでいく感じは突き進んでいくんですけど、ちょっと学んだのがですね、割と他の人の意見を聞く。うん、でもう一個はですね、イギリス大変なことが起きてます。アルゼンチンで武力衝突してます。そうなんだ。これ背景はちょうどね、フォークランド紛争の時ですよね。うん、フォークランド紛争が起きると北アイルランドに何が困るかというと、北アイルランドに駐屯させた軍隊をですね引き上げてフォークランドに派遣してしまうので、どんどん治安が悪くなっていくんですよね、うん、だからどんどん治安が悪くなっていって、殺人事件どころじゃねえぞって言ってるところで、このもう迷宮入り仕掛けてる事件をしこしこ追っかけていく話、うん、もう大変その舞台設定だけで面白いんですけど、まあ、今回の方がですね、何て言いますか、まあ、あの落ち着いた面がある分、このショーン・ダフィー警部補というですね、キャラクターの、キャラクターを楽しむ小説としては、面白いんじゃないかというのと、最後まで、最後かなり後の方までこの2つの事件がどういう関係になるかというのよくわからない、うん、でみんな部下の警官たちがそれ警部関係ないっしょって言ってるのに、読者も同調したくなってくると本当に後ろの方ですね、その裏にあることが分かってですね、あ、なるほどって言って終わるんですけど、まあこれ連続ものの面白さがあるので、ショーンなんかどんどん大変なことになっていくよねっていうですね大
だよね、大変ですよねこのシリーズね。常にさ出勤するときはベンベン乗ってるんだけど、彼は常にまず車の下を覗いて鏡で見てね、爆弾が仕掛けられてないことを確かめないと。そう、あとうちで寝転がってたら、うん、ゴンゴンとノックするやつがいて、開けるとボートがそこにいて、そうですよ、ね、ボートがいてお前が悪いんだからなんてどっか連れて帰ってそうになるとかですね、そういう本当に安心して暮らさない土地で、うん、殺人事件の捜査をするというですね、そういう小説はね、例えばほらなんだっけ、この世で最後の刑事でしたっけ、史上最後の刑事、あれはだってほら本当にサバイバル小説じゃないですか、うん、これ日常なんですよね、危険が。このままみんな警察官は寿命を全うできないかもしれないなと思ってるところで、警察官たちがしょうがねえなとか言いながら捜査していく話なんですよね。これなんかどっかでなんか仲間の警察官か何かと何か賭けをした時に、俺の年金全部かけてもいいとか言われて、そんな当てになんないもんお前死ぬじゃねえかって、ね、そうそうそう、この辺のですね面白さと言いますか、なんていうか特殊状況、僕らが普通警察署に住む時にあんまり想定しないことがしょっちゅう起きてる状況だよね。パトロールに行ったらボートに囲まれてしまうし、そうそう、でみんな毎日爆弾テロがどっかで起きてて、仲間の警官が誰か爆弾発見するっていう、そして失禁するのが当たり前になってる状況という、うん、そこの面白さがあると思います。でこれが、もしちゃんと売れても出るのか、出るのは決まってるのか、決まってるのか、うん、決まってるんですね。そして、次がいよいよ第3巻では、密殺人事件が起きます。これね、楽しみ、島田総司のに多分翻訳だと思うんですけど、それを読んで影響を受けてるという噂のエドリア・マッキンティがついに本領発揮の密殺人をですね、この状況下で密殺人で何が起きるのか多分なぜ絶対言うと思うんですけど、うん、わざわざ密室する人ねえだろって言うと思うんですけどね爆破すればいいじゃないかって絶対仲間の警官誰か言うと思うんですけど、これのサイレンズ・イン・ザ・ストリートの次は、皆さんがお待ちかねの密殺人が起きます。はい、不可能犯罪です、ね、というわけでこの僕の大好きな警察小説、うん、アイルランドを舞台にしたサイレンズ・イン・ザ・ストリートでした。はい、はい、では私の3冊目、先ほどの、消えた子供も、うん、スモールコミュニティの話だったんですけれども、3冊目、これもですねある意味スモールなコミュニティ閉ざされた限られた人たちがいるところの話です、うん、カレン・エム・マクマナス、誰かが嘘をついている、これはですねハイスクールものです。サンディエゴの近郊にあるハイスクール、おそらく中の描写を読んでいくとそんな荒れた高校じゃなくて、割と上の中ぐらいなのかな、普通のごく普通の高校です。でここの高校でですね、冒頭4人、5人の人間がですね、居残りを命じられて、でなぜかというと彼らはですね持ってきちゃいけないですね、携帯電話がですねを持っていた、なんか授業中にですねそれを持っちゃいけないって言われた携帯電話があったって、それを先生に没収されたもんで、居残りを命じられてですね、作文を書けと言われるんですね。でその作文っていうのは何だっけな、ハイテク機器が現代のアメリカ社会においていかにこう害悪かみたいなことを書けと言われるんだけども、でそのですね、あったところがテーマはね、テクノロジーがいかにアメリカの高校をダメにしてるか、500文字で書けって言われてね、でパソコンがないと書けないって言ってね、手書きで書くんだって言われてですね、放課後ですね理科室に集められると。でこの5人っていうのがですねどういう人かっていうと、1人がですねブロンウィンというですね、優等生の女の子、父親がコロンビアからのですね移民というハーフの女の子でです。でもう一人がですね、ネイトというですね、マリファナの売買で保護観察中の、
会えた家庭にいる、まあ、かあの父親ですね、もうアルコール中毒で何もできないというところで、まあ、生活費を稼ぐために生きていくためにマリファナ売買をしてた、捕まってしまって今保護観察中なんだけども、今度は鎮静剤を売買していて、まあ、そうじゃなきゃ食っていけないからという、まあ、このネイトっていうのはブロウィンと子供の頃に知り合いだったという、ね、今では随分境遇が変わってしまったこの2人で、3人目がクーパー。クーパーというのはですね、もう卒業した後は大リーグとかですね、各地の大学からもうスカウトがもう押し寄せているというですね、左腕の剛速球ピッチャーのエース、学年のですね、まあ、プロムキングとなるような人間で、いわゆるキャプテンアメリカみたいな、そういう何でもできるもうスターですね、選手で、4人目アディというですね、これも今このクーパーの親友のジェイクっていう、こっちはフットボールかな、フットボールの選手と付き合っている、まあ、今彼との恋愛に夢中になっているですね、プリンセス、ホームカミングプリンセスって言って、ホームカミングパーティーっていうのはですね、アメリカではあって、そこでですね、プリンセスとかキングとかいろいろ、まあ要は一番イケてるやつを選ぶっていうのがあるんですね。でそういった4人、この4人ね、全然共通点ないんですよ、うん、お互い別に友達でも何でもないし、あんまり口聞いたことすらないと。で最後3人、5人目がですね、サイモンという、うん、彼がですね、ちょっとまあ、目玉というか、サイモンは何をしているかというと、ゴシップ暴露オリジナルアプリケーションっていうのを開発して、アバウトザットっていうのをですね、自分で開発した、まあ開発してですね、そこでですね、毎週毎週このハイスクールの中の、生徒の抱えている秘密というのを暴いて、そこにアップしていくんですね。でそこは彼が狡猾なのはですね、決して咎められないようにですね、イニシャルでしか書かない、でしかもデタラメじゃない、恐ろしいことに彼がそこでは暴くで、ですね、ゴシップは全て本物なんですね。でそれによって、ただ本物ならば書いていいのかというと、そういう問題じゃなくて、彼によって例えば自分の例えば恋人に隠れて浮気をしてたとか、不正なことを行っていたとか、そういったことが全部暴かれていって、人生が破滅していく、もう学園生活をめちゃめちゃにされてしまった人たちがもう高校中に溢れているわけ。でも先生もね、持ち合って何も言えないと。なぜかっていうと、まあ、頭文字とかで書いていて、別に非合法なことをしているわけじゃないし、そもそも嘘は書いてないということ で、その彼、この5人が集められている中で、そこのサイモンがですね、突然ちょっと喉が渇いたから水を飲むよって言って、飲んだ瞬間苦しみ出して死んでしまう、おお、すごい。彼は実はピーナッツアレルギーで、彼が飲んだ水の中にはピーナッツオイルが入ってる。でもうこの5人とプラス先生の6人っていう、この閉ざされた環境が、すなわち会にここにね、毒を仕込むことができた人間っていうのはすごい限られてるわけですよ。そういう中で、しかもこの彼がピーナッツアレルギーだって、ただし彼がピーナッツアレルギーだってことは周知の事実で、みんなハイスクール中の人たちも知っていると。で当然彼も用心をしているから、常にですね、補助治療剤のアナフィラキシーの補助治療剤のエピペンっていうのがあるんですが、それを常に持っている。で高校 の, 保健室にも常に常備してある。ところがですね、ショックを水を飲んで、あ、これはもうアナフィラキシーショックだなってことを分かって、エピペンはどこだって一人の生徒が言うんですが、彼のカバンの中にそれはないんですね。で急いで取ってこいって保健室行くとですね、なぜか朝まであったはずのエピペンがですね、全部消えているということで、と言っている間に彼は結局救急車運ばれるけど亡くなってしまったというとこが冒頭なんです、そこからこの残った4人、ブロンウィンと優等生のブロンウィン、保護観察中のネイト、スーパースターのクーパー、あと美人の恋愛に夢中な今アディが、それぞれ4人が語っていくわけです。この視点を切り替えて、彼ら彼女らはですね、実は容疑者と目されているが、警察からも一人一人呼ばれて尋問されたりするし、で自分その人たちの一人称で語られていく中で、まあ、読者読んでるうち人たちは当然この中の誰かが嘘をついているはずだと。だからタイトルも誰かが嘘をついている、で現代も One of us is lying、 まあそのままなんですよ。
この限定状況下で一体どういうフーダニットが成立するのかと、うん、でいうのを興味を持って読んでいく。で彼らはですね、まあ、誰かが嘘をついているというのにプラスして誰もが何かを隠してるんです、うん、結局この中にこのゴシップサイアプリのですね、アバウトザットっていうところで暴かれていない にもだけれどもネタになって自分も秘密を抱えていて強々としていてるわけです皆さん。で こんなことが暴かれてしまった、どうしようということがですね少しずつ分かってくるんだけど、ね、すごく面白いのはこの彼が亡くなってしまったところが、彼が亡くなってしまったからもうこれで安心だとホッと一息ついてるでしょ。ところがね、翌週になると今度ね、タンブラー、別の人間がタンブラーにアバウトディスっていうのがここにね、サイモンが亡くなったのは彼にね恨みを持っている人間がいたからに違いない、この4人が怪しいっていう記事が出て、そこから亡くなったはずなんだけども、誰かそれを引き継いだやつがいる。なるほど。この4人の秘密が少しずつ明かされていくんです。うん。でもうどうしたらいいのかっていうことで、それぞれが、もう、自分で推理もするんだけれども、もう我々が疑われているということで、集まって知恵を出し合って、最初全く交流もなく階級もクラスね、うん、これってアメリカのハイスクールでずっと問題になっているスクールカーストの話なんだけども、うん、カーストも全然別だった人間が話をしていくうちに意外なつながりが出てきて、意外と仲良くなっていったりするところがですね、非常に青春映画の面白さみたいなところがあって、まあ、解説とかでもそもそもホームページで書かれてますけど、85年に公開されたブレックファストクラブというですね、映画と出だしがほぼ同じで、そこから影響を受けて書いているようにですね、非常にある一つのアメリカン青春映画を見ながら、そこにフーダニットで、しかも最後にこれはホワイダニットとして浮かび上がってくる、なぜこれが起きたのかっていうところが非常に大きな面白さを持っている。これ今年書かれた中では僕はカササギ殺人事件に次ぐ本格的な謎解きミステリーの収穫だと思いました。やっぱりね、テーマとしてはこの SNS 社会を生きている若者が抱えているプレッシャーとかね、もう常に一回もミスは犯さないと、もう犯したらもう炎上するし、常にもうついて回るし、絶対に消せないデジタルな汚点というのがついてしまって、そうなってきた時にそれが暴かれたもうと思うと、その恐怖からもう若者が極端な心に走ってしまうんじゃないかっていう、このテーマを扱っているの作品でいながら、実はこのそれぞれの交流でですね、この読んでいくうちにだんだんこの4人についてですね、どんどん肩入れしていくわけですが、ああこの4人のうちの誰が犯人でも嫌だなっていうふうに思っていて読んでしまうような、なかなかね、読んでるうちにね、誰が犯人でもいいやとかね、もうみんな嫌なやつだし、誰が犯人でもいいやと思っちゃったり、見分けがつかないんで、もう誰が犯人でもどうでもいいよと思うような作品でもあるんだけど、ありますね、そういうのもね。これはね、そうじゃなくて、もうこんなこいつかんなが誰が犯人でも嫌だなと思いながら読み進めていくと、最終的に、あ、こういう結末をつけるのかというんで、満足しながら、缶を置くと。非常にいい、表紙でした。面白いなと思うのは、日本でも高校を舞台にした作品を見せていて、日常の謎系もそうだけども、いっぱい書かれているんですけれども、それとはやっぱり明らかにテイストが違うんですね。どっちが優れているとかそういう話じゃなくって、もう単純な印象なんですけれども、このカレン・M・マクマナスに代表されるような、もう誰かが嘘をついているみたいな作品って読んでると、やっぱり映像として映画とかドラマとか、うんうん、頭に浮かんで実在の人間が演じてる、で実際にこういう人たちいるんだなっていう話が、うんうん、頭に浮かぶんです。で一方で日本のハイスクールの舞台にした話を読んでると、なぜかこれ僕だけかもしれないけど、頭の中で再生されるのってやっぱり二次元なんですね、まあ、二次元感だね、二次元感、まあ、それは表紙に引っ張られているのもなくもしれないだけども、やっぱりそこに生きて抱えているキャラクターってどうしても二次元用に抱えているような気がして、その対比で見ても面白いかなと思いました。これ作者は初めてですか？初めてですね、うん、これがね1作目で、2作目はね来年の1月に刊行予定
あ、まだ出て、出てない、まあ、出たばっかりですね。うん、これもあの東京証言社から出ていて、これもですね YA として書かれている本、やっぱ YA なんですね。 YA なんですね。あの向こうの YA の定義って主人公がハイスクールの人間だと YA っていう定義なんで、うん、ただ甘い話ではなくて、主人公がその年代にいるっていう定義だけなので、うん、非常に現代的であり深刻なテーマ話もこの中で扱われてます、うん、冒頭の最近ハイスクール起こっているいろんな問題なんかもこの中に織り込まれていて、うん、いい大変いいものを読んだなと思いました。東京証言社は去年から YA 出身作家を、ね、そうなんですよね、出したりね、うん、その木がまずそうだったし、あれも素晴らしい作品でした。蝶の板にあの彼女もそうです、ね、そうですね。あとさっき言ってたローランダ・ファイヤーの、そうそう、コード・ネンベイティと2作のエリザベス・ウェインもそうですし、そうですね、そのなんていうんですかね、 YA という中に青春小説とか成長小説の味を持ったもので、はい、ミステリーの根幹がしっかりしているものというのを最近まとめて出している感じがあるので、はい、ね、うん、今年の一つの読書だったと思います、ね、はい、まあ、そういった意味では、まあね、ミステリー年度の最後に、そうギリギリ最後になって出てきた、うん、あ、これはちょっとカササギが脚光を浴びてますけども、引けを取らないぐらい面白い本、はい、謎解き本格ミステリーでした、はい、なかなか自作の楽しみですね。え、はい、そのわけで3冊紹介いたしました、はい、ですね、このコーナーはですね、多分来月もレギュラーをちゃんとやります。というのは何かというと、去年覚えてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれない、去年と一昨年ですね、年間ベストを決めるの12月にやったんですよね。そうですね、うん、で12月に、ベストを、僕と川出さんが10冊ずつ持ち寄ってきて、その中から、ベスト10を決めるっていうのをやったんですよ、はい、で、一昨年もやりました、はい、で、それを去年は確か本放送としてやったんじゃないか。そうで、レギュラーやってないんですよね。うん、レギュラーやってない、やってないんだけど、今年多分12月でやった方がいくら作品数がある。ああ、11月の、ね、今月の新刊時代でね、はい、12月はやった方がいいと思うんですよね、はい、で12月はもしかするとないかもしれないけど、うんうんうん、12月はやります、はい、撮ります、はい、で12月にレッドですね、これはいつも無人のこの広い部屋で2人で話してるんですけどここでやるかどこでやるか分かんないんですけど、次回はですね、12月はそれレギュラーの回と、そのお客さんを入れてですね、はい、公開で、お話しするというのをでベスト10を決めるという、ね、はい、その日本だけに2つを、はい、分かりました、持っております、はい、で場所とか日時は決まったらすぐ SNS で流しますので、はい、もしよかったらお聞きにいらしてください。多分平日の夜、そうですね、月から金のどっかの夜、うん、12月の、はい、中旬ぐらいまでの、月から金のどっかの夜に、はい、やると思いますので、もしそれが、決まったらまたお聞きにいらしてください。なんか告知とかありますか。特に今回告知することはないな、僕は。ないですか、うん、僕は告知すべきことがあるんですけど、まだ原稿入れてないのでそれはちょっと、告知すべきなんですけど、小学館文庫で出すあるものが、はい、まだね、終わってないんですけど、非英米圏のミステリーなんですけど、それは、まあ来月言いますし、はい、それと来年に向けて、そうそう言い忘れた、これもしお気になってる方いらっしゃったら、オリビア・ゲイズ、さっき言いましたけど、ヨーゼフ・メンゲル逃亡の作者のオリビア・ゲイズさんが、今週末から日本にいます、うん、で、10日が横浜、はい、11日が東京のアテネス・フランセでそれぞれ講演会がありまして、はい、でその後確か関西に行かれるんですよ、はい、で関西に行かれて、11月16日の金曜日の夜は、新宿の紀伊国屋書店に戻ってきて、そこが最後かな、だから1週間講演ツアーみたいにいらしているので、東京証言社のサイトをご覧になって、それぞれの場所、申し込みは東京証言社じゃなくてそれぞれの会場のはずなので、それぞれに申し込んでみて、全部無料だったんですから、はい、行ってみてください。
別に東京総研じゃないか頼まれたわけじゃないんですけど、はい、せっかくオリビエ・ゲイズが来てるので、聞いていただければなと思います。というわけでいいですかね。じゃあそれぞれ3冊ずつ、はい、本を、じゃあ行って終わりにしたいと思います。じゃあ僕からでいいですか。はい、僕はですね、オリビエ・ゲイズ、ヨーゼフ・メンゲル、トーボー、東京総研者、ちょっとおまけで、アフィニティ・コナー、パールとストーシャ、やはり東京総研者、2冊目が、6つの宝石、ムアラファティ、草原 SF 文庫、3冊目が、サイレンズ・イン・ザ・ストリート、エイドリアン・マッキンティ、早川ヒステリ文庫でした。はい、私の3冊は、ジェフリー・ディーバー、ブラックスクリーム、文藝春秋、クリス・ビタカー、消えた子供、トールオークスの秘密、集英社文庫、カレン・M・マクマナス、誰かが嘘をついている草原推理文庫の3冊でした。はい、ではまた来月お会いしましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。